こういうの証拠だと気がつかないよね。政治や人々の生活を通し日本の村社会を描き出すドキュメンタリー映画が名古屋で公開され、石川テレビの伊予木部幸男監督が舞台挨拶しました。一見何の交わりもないようなこの3つの題材、何かそのつながりみたいなのが見えてきたら、これは作品としてはすごいパワーになるんじゃないかなっていう。作品は新旧石川県知事の交代劇を描きながら、ムスリム一家や居住地にとらわれず仕事をするバンライファーなどの生活を追い、互いに共通する何かを次第に浮かび上がらせていきます。裸の村は来月11日まで千種区の名古屋シネマテイクで公開されています。